矢野浩二は、日本の俳優、大阪府東大阪市出身、オスカープロモーション所属、18歳で、大阪府立池島高等学校を卒業した後、大阪で、バーテンダーとして働いていたある日、馴染みの客の一人から、こんなところで何やってるんだよ。東京に出て役者になれよ。と言われたのを真に受けて上京。俳優養成所を経て、森田健作の運転手兼付き人として、 約8年勤めた。日本では映画、リング・レイ・バースで他いくつかの TV ドラマにエキストラ役で出演した後に中国ドラマ、永遠の恋人の話が舞い込む。5人の主役級俳優のうち、ただ一人の日本人俳優となった。2000年にこのドラマの撮影のために北京に滞在。その時に再び中国へ行くことを決意、1年後の2001年に単身中国に渡り、 中国語を勉強しながら活動を続ける。中国では明治天皇や日本人の軍人役として有名。他方で2008年8月からバラエティ番組点々工場にレギュラー出演中である。矢野は同番組の出演により中国雑誌新週刊が主催する2008年度の最優秀娯楽番組司会者賞を受賞する。2006年夏共同通信ニュース及び 各社外伝版は矢野について、アクターアンノン・イン・ジャパン・ビカムズ・ベス c ノ m e s best, known j a p a n と報じた。2006年、役柄に抵抗感を抱くようになり思い悩んでいた。ある日、急に、大東の監督から食事に誘われ、鬼子を演じるのは、もうやめなさいと言われ、鬼子役者としての活動に一旦終止符を打つことになった。それから半年間、仕事は一切なくなったが、 2006年の暮れからバラエティ番組へも進出するようになり、それが役者としてのイメージチェンジにもつながり、その後は様々な役に巡り合うことになった。コメディモの中国に生まれ育った日本人役、反戦同盟のスパイ、日系企業の総裁、地下党のスパイなど、2007年10月17日号のニューズウィーク日本版、世界が尊敬する。 日本人100人の1人に選出される。そして北京五輪の年、上海で2010年に開催される、上海万博の特別記念番組として、上海と大阪で行われた衛星中継番組では2カ国語によるメイン司会を担当、同番組は同年8月に上海メディアグループ系列の東方衛星で中国全土と大阪読売テレビで放送された。 8年ぶりに出演が決まった日本映画、風景モンは一部の地域で公開はされたが公式には未公開状態が続き、公式サイトでもカミングスーンと表示されている状態が続いている。在中国10年目にあたる2011年の1月22日、人民日報主催の2010アワーズ・オブ・ザ・イヤーで最優秀外国人俳優賞を日本人として初めて受賞し、 2008年度の最優秀娯楽番組司会者賞と並び、矢野は司会業と俳優業の両方で最優秀賞を獲得した。そんな矢野の奮闘を描いた自助伝大陸俳優が2011年秋に日本で発売され、2012年内には中国でも出版会予定、俳優業では2011年秋にゲスト出演した。 時空の扉が日本で公開されることが決定。私生活では、重慶出身の女性と結婚し、2010年秋に女児が生まれている。2012年9月18日、外国人記者クラブにおいて、古川元久国家戦略大臣により、世界で活躍し、日本を発信する日本人として感謝状が授与される。2013年初頭には、矢野にとって、 初の日本のテレビドラマ出演となる NTV、近代地少年の事件簿香港急流、財宝殺人事件に出演が決定。同作品は、香港、台湾の他アジア各国とアメリカでも同時放送された。7月22日、小寺の正と中中国大使の要請で、中国を最も熟知している日本人の一人として会談した。矢野は両国民共に、 お互いの民族性に対する理解を深めるためにも民間交流の大切さを伝えた。11月にはニューヨークタイムズと CNN ニュース特集で中国で最も有名な日本人俳優としてインタビューを受ける。2013年と2014年にビデオリサーチが発表した中国版タレントイメージ調査で中国で人気の日本人タレント1位に選ばれている。 これに対して、矢野は、これも、中国のファンの人たちの自分への励ましの声だと思う。二国間の問題がありましたが、以前より励ましの声はさらに増えたと感じていると、述べている。2014年12月24日、中国のポータルサイト、100度は2014年に、検索された、キーワードで、日本に関する、キーワードのカテゴリ別ランキング結果が発表。矢野は、 男性芸能人部門で2位。1位は、金城武史。3位は、小栗旬という結果だった。2015年1月1日付で、オスカープロモーションに所属。8月19日、日本の外務省より、平成27年度外務大臣表彰が発表され、矢野の受賞が決まった。俳優活動、日中交流イベント等、日本と中国との相互理解促進に貢献したという、理由。 日本で経験した興味深いこと、面白いことを中国に向けて発信することを通じ、引き続き日中間のパイプ役でありたいと語った。11月、ジャッキー・チェン主演、ディン・シェン監督のコメディ映画、レールロード・タイガーに出演。自分の夢がまた一つ実現しました。幼い頃から憧れていたジャッキーと共演できるなんて、いまだに信じられません。これでやっと、 東大阪の友達に自慢できます。とコメントした。12月、自助伝、夢さえあれば遥かな道のりも、怖くないよ出版。2016年2月、都内で会見を開き、日本での芸能活動の本格化を宣言した。2017年5月、帰ってきた家売る女で、日本の不動産を爆買いする中国人客、蝶を演じ、北川稽子との中国語での対話が、 中国のネットで話題になる。2017年8月、中国版、ツイッター、新郎美白で4日に5秒以内にパッと思いつく、日本人の名前は、と題した投稿があり、8万6千件を超える書き込みが集まる中、矢野は最も高い支持を得ている。2018年2月、相棒16第18は、ロスト真相喪失で、通訳捜査官、西村金也を演じる。 中国人が関わっている内容であることから、中国のネットでも話題になる。中非相棒16期18、里面では中国人、有敵場。2019年1月15日、NHK が初めて取り組むインターネット、中国語放送、鹿児島会の MC を担当。確かいは、鎌倉千秋、段文しこり、桜葉七海、2019年10月1日、中国では、 国慶節の日に中国 TikTok の中国建国70周年の祝福メッセージが視聴数でトップに立つ。日本名星、矢野浩二、国港こと、我が中国。我がに2020年1月、新型肺炎コロナウイルスの感染者が多数出ている中、13万枚のマスクを寄付し話題を集める。中国で最も有名な日本人、矢野工事、マスク十三万個を寄付し、 小賛イコール、中国メディア2020年3月、中国国家放送テレビ総局が、守モル持チやイスケ、共同役、中日友好、同担、ウの動画企画で、両国の民衆に向けて協力し難関を乗り越える、メッセージを発信。矢野のほかジャッキー・チェン、谷村新次、ミー・シャ等、日中著名人が出演。日付は、放映時期ではなく、撮影、制作時期で記載。 2016年6月、日光林王子、PR 動画2016年7月、日本橋高島屋 PR 動画2017年6月、ジャクロードベティロード時計店宣伝動画、2018年10月、秋ファッションコレクション動画、2019年10月、ビルル美容機器イメージキャラクター2019年10月、オリエンタルバイオラフィーネエッパゴールド 600PR 動画、 ありがとうございます。